日本中国地方広島県広島市西区高須台高須台は広島県広島市西区の町名住宅地名通称は高須台パークタウン一丁目から六丁目まである郵便番号733-0876当地域の人口は4723人高須台は広島市中心部から西へ約4キロメートル同市西区のほぼ中央に位置する 住宅団地。団地内は平坦な地形で小建て住宅が立ち並び、団地東部に高須台中央公園と高須台集会所がある。団地内に学校はないが、団地南側の高須には高須台に隣接して建設された広島市立高須小学校があり、高須台側と高須側の両方に出入り口がある。また、団地西側の古江上には、 私立の広島学院中学校、高等学校があり、これも高須台に隣接している。団地の北は小井上、東は小井西町。高須台は三菱寺諸中国支店により計画された団地で、以下の段階を経て作られた。JR 西日本山陽本線西広島駅及び広島電鉄本線、宮島線の広電西広島駅からは、 HD 西広島の運行するバスに、西広島駅などから乗車。また、団地の近くの西広島バイパス本線上にフルコう、バスストップがあり、広島バスセンターなどから、広電バスの郊外線を利用できる。上記のバスを使う方法のほか、広島電鉄宮島線、高須駅が、最寄りの駅であり、徒歩で15から30分。JR 西日本山陽本線の最寄り駅は、 西広島駅であり、徒歩15分から35分。広島市中心部方面からは、西広島バイパスの高須出口を降りて、高須4号トンネル交差点を右折、逆に団地内から、広島市中心部方面へは、高須4号トンネル交差点を左折し、同バイパスに高須入り口から侵入。再帰区方面からは、田型出入り口で同バイパスを出て、 道バイパスの北側の速道を 1.5km ほど進めば高須4号トンネル交差点に着くが、この速道の一部は一方通行区間であるため、逆に西帰方面へは高須4号トンネル交差点を右折して道バイパスの南側の速道を利用しなければならないから注意が必要である。なお、北側の速道は西広島バイパスを経由する 路線バスの定時運行を確保するため、朝のラッシュ時は、速道がある高須ランプ、多型ランプは、路線バスを速道経由とし、速道は、路線バスタクシー及び本線を通行できない車両、歩行者以外は通行禁止となっている。そのためこの時間帯最帰区方面から高須台に入る、場合は上に示した、以外の経路を利用しなければならないが、ここでは省略する。 ローソン広島高須大店、ありがとうございます。